とにかくお湯の特徴としては、まあ、鮮明はガンドルイ重造泉っていうんですね。低温で、まあ、長湯治すると温度が低くて長く入ることによって、要するに血液の循環器系とかそういったものの循環を良くする、そういう感じですかね。とにかく長く入ることが鉄則ですね。あとは炭酸泉だから、まあ、陰性したり入ってると内臓の血管がね、毛細血管みたいなのを膨らまして、血流を良くする、血流を良くして循環機能を良くして、まあ疾患を回復させている、そういう、まあ、環境を作ってくれるってことがね、内臓の血液循環も良くする。知ったきっかけって、私10年ぐらい前からちょっとお付き合いいただいてる気候だとかやってくださる方がいらっしゃるんですけど、その方に私リウマチになっちゃったって言ってお話ししたら、まあ、自然療法か化学療法かどうするんですかって言われて、私自身持病を持ってるんで化学療法的な薬には耐えられないだろうと判断して自然療法したいと、その方からここをご紹介いただきました。ぬるいなとは思いましたけど、でもすごく気持ちが良かったんですよね。でそのまでに本当に足が痛かったり手が痛かったりして階段降りるのも不自由だったんですけど、一度来てかなり体が楽になったんで、この温泉に入るって見る価値があるかなと思いました。口コミで来る人はもう ほとんどこう言うんだよ、ああ言うんだよっていうことで、施設はこうだよ、まあ、食事はこの程度だよっていうことで大体構えてきてるみたいね。初めてフラッと通りがかりに寄ったような人たまげちゃうね、足入れてみたり手入れてみて、あっていうな、あこれはぬるい、沸かし忘れてるぞみたいな。結構通われてますか、ここに。20年、ここは日本一ですだと思います。